デク、おはようございます。おはようございます。はい、なんかめっちゃニヤニヤしてますけど、うん、そうですね。バイク来ましたねやっと来たよバイクっていうかさ、うん、そのアングルでバイク映ってる？あ、映ってないね。映ってない。ちょっと引いて、じゃあバイクみんなにお見せしましょう。じゃあこんなもんかな。どう、うん、はい、入った入った。どうこのバイク。これってさ、うん、あの格闘家のさ、マサトさんと同じなんでしょ？そう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 。俺も買った後に知ったんだよ。かっちょいいね。いいでしょう。ギターだっけ、ロックをベースに考えられて、なんか作られたみたいな。これは、うん、このままこういう風に売ってたの？違う違う、カスタムしてた。カスタムはどの辺をしたの？そう、いっぱいカスタムしてるから、じゃあまずそのあたりの説明からしていきましょうか。まずハンドル周りね、ここの部分、ここの部分が、あの本来もっと短いのね、短いんだけど、これをね長くしてる。長くしたのはなんで？あのね、ここが短いと、ほら、足元がさ、バイクの前の方にあるから、くの字になっちゃうわけ、人間がね、くの字。くの字？うん、要はハンドルも低い、足も前ってなったらくの字になっちゃうでしょ。だすごく体の硬い私には乗りにくいんだ。あーデックはね体硬いもんね硬い。だからこれ上げてもらって、これライザーって言うんだけどね、ここの高さを長くして乗りやすくしたっていう形ね。次、この握るやつ、はい、これサンダースっていうメーカーに変わってる。これがあのここのメーカーのやつだと、こう反り返ってるでしょ。ギューギュッて、ギュッて、分かる？ギュッて反り返ってるでしょ。ギュッギュッて、だから握りやすくなる。だからこれも変えた。これはもうブレーキとクラッチ両方とも一緒変えてある、セットでね。であとこのグリップ、この握るところね、はい、これもなんか知らんけど変わってるなんか知らんけどなのなんか知らんけど、何の何かは分からんけど、なんか変わってる、これ。え、それは勝手に？いやいや、あの多分僕が頼んだと思うんだけど、うん、変わってる。忘れてるんかい変わってる。あとこれ、ちょっと細かい話なんだけど、このウインカーなんだが、これね、このウインカーの部分が、あの本来もっと短いの、ここが短いんだけど、これをね長いのに交換してもらってる。それはなんで？要はね、短いとこれ押しにくいね。指が短いとかそういうことじゃなくて？うん、まあそういうことなんだけど。ああ、やっぱり？そう。だからあの長くすることによって押しやすくなる。っていうことで、これもちょっとあの細かい話だけど、長いのに書いてもらってる。まあ細かいのってやっぱり大切よね。まあね、こういうちょっとしたことがね、普段のストレスにつながるからね。うん。うん、で、続いてはこれタンクのとこなんだけど、これね、あの本来鍵を挿して回すんだ、はい、のがついてるんだけど、これはもう鍵なしで回せるやつ。押しながら、あっつ、くるっと回すと開く。じゃあ鍵いらず、あ、キーレスエントリーみたいな。そう、めちゃ便利。これめっちゃ便利だね。これもつけてもらった。へー。で次は、うん、ずっと下がるとこのシート、はい、と背もたれ、これほら一緒の柄でしょ。これここの柄とこれ、あ、本当だ、同じだ。でこれ同じメーカーのやつ買ったんだけど、はい、これが何これ、サドルマン、サドルマンっていうシートのなんかコラボ品らしい。このバイクにはこれがいいから、はい、っていうのでこれにした。背もたれも別売りなんだけど、はいはい、これもあのハーレーの純正だとちょっと柄が変わっちゃうから、だからこのサドルマンっていうところが出てるやつをしてもらった。これ触ってみて、滑り止めみたいになってる。これ滑り止めみたいに、あ、本当だ。こっちも後ろも。ああ、
そう、でもさ、これさ、滑り止めにはなってるんだけど、はい、狭くない幅。確かに狭いね。これ2人乗り用のためのシートなんだけど、うん、この幅2人乗りなんかできる気がしなくない？ちょっとお尻痛くなりそうだねこれ。これ絶対1人乗りのなんか見た目のやつで作ってるよねってなんかちょっと思っちゃってる。これ背もたれついてる。はい。これいい？はい。出すよ。はい。スコンって。あら。これここにねなんか差し込む棒があって、はい、高さが調整できる。まあ。でこれね。めちゃくちゃいい。どういいの？あのね、俺一個高くした時状態でのこのちょっと出して乗ってみたんだけど、はい、ちょうどねあの腰のこの辺に当たるのね。あ、ということは楽だっていうこと？そう、あの腰をねすごいサポートしてくれるこの部分が。これは買ってよかったな。これはやっぱり長時間乗ったりするとどうしても腰が辛くなったりするのを防ぐってことね。そうそうそう。これはもうマストアイテムと言っていいぐらいめちゃくちゃいい。で次はさらに後ろに行くと、はい、このナンバーが斜めになってるでしょ。斜めになってる。これも社外品なの。本当は直立で立ってる。これは斜めはなんでいいの？見た目。見た目か。それだけかい。そう、見た目かっこいいでしょ。う、うん。そう、だからこの見た目のかっこよさのためにって思ってないね今の。ま、うん、っすぐより斜めになってるからなんかかっこよくない？別にどっちでもいいけど。あとはこれ、このバー。それは何のため？これエンジンガードっていうんだって。だから車体が倒れた時とかにエンジンを守るためにこれつくんだけど、なんかいろんな種類があって、この棒のやつかこのタイプで悩んだ。棒のタイプのやつとそれ輪っかのやつと、輪っかのやつにした理由は何？個人的な見た目の気に入り。見た目かい。そう。あと後ろ下がってこれね、はい、これも後ろに乗った人が足を置くのを兼ねて倒れた時にこれに当たらないっていう、この棒が出てることによってこいつが傷つきにくい。このね、グラデーションはね、すごい気に入ったの。そうだね、すごく綺麗。かっちょいい。かっちょいい。いいでしょう。うん。このね、うん、この真ん中の、だんだんと、グラデーションがいいね。いいでしょう。うん、で、あの、ウインカーも、はい、本当はみんな変えるのよ。これ、ノーマルのウインカーなんだけど、はい、結構みんな LED とかに変えるんだけど、はい、もうこの色に合わせてこれで悪くないかなと思ってウインカーもそのままノーマルのままにした。じゃあこれはもうそのまま、そのまま。で最後にこのマフラーが変わる。どういう感じで変わってるの？これね、あの音がね調整できるの。しかも車検対応なんだ。まず音が静か、ちょっといい、うるさい、うるさいで変えれる。じゃあまずこれエンジンかけてみるよ。これが今静かな状態で、変わったの分かる。もう何にもテックの声が聞こえません。でこれが半回だ。ちょっとうるさいぐらい。で一番静か。この3段階に変える。これなんで3段階変える必要性ってあるんです？これはですね、男のロマンでございます。ロマン、はい、車検対応で、まあ、ちょっと遊べるよっていう男のロマン、遊び心が付け加えれますよっていう男のロマンでございます。これなんで大きくすると音、男のロマンでございます。ロマンかい。ただそれだけなんかい、はいはい、何も意味はございません。ないの？男のロマンでございます。なのでやっぱり周りの車とか気にされる方はつけない、ノーマルのまま。でもこれをつけてることによって、例えば田舎とか気持ちよく走りたいっていう時にちょっと音出して走って
家の近所では静かにしてご近所迷惑にならないよね、買い分けができるから。だからあのうるさいだけだったら家帰った時もうるさいってなるでしょ、ご近所さんが、うん、だけどマナーは守りつつ人に迷惑かけないところでちょっと音出したいなっていう時に音出せてみたいな形で楽しむことができるマフラーと。音出したいんだね、男のロマンでございますというわけで、いかにもね私のバイクというふうに紹介しましたけども、え？デックのじゃないの？いかにも私のバイクというようなふうに紹介しましたけども、こちらは、うちの所属するライバーさんが使うことがメインになるバイクになります。あ、そうなんですね。そうそう、ちょっとね今探してるんだけど、ライダーさんをねこれに乗る。で条件があの女性、要はスポンサーの指定なんだけど、女性の方で大型バイク免許持っててキャンプが好き。いいですね、キャンプ。でこれでキャンプ行ってもらうっていうのをメインに購入したバイク。これだったら乗りたいと思わない？かっこいいね。しかもハーレーダビッドソンでタダで乗れるね。だから自分が憧れでハーレー乗りたいなっていう人でも、自分は買えないけどこのバイク。そうで、アウトドア用品はスポンサーがいるもんで、アウトドア用品は全部提供してもらえるから、じゃあ何をする、動画を撮らなきゃいけないっていうね、ライブ配信をしなきゃいけないっていう、はい、そのあたりがね、だから喋るのが好きな方とかね、そういった子にはいいんじゃないかなという形やね、はい、お待ちしておりますお待ちしておりますというわけで、以上新しいバイクを購入した。ただねこれ今後僕の YouTube でも使っていくんで、僕は全く乗らないっていうわけじゃないもんで、基本的に動画用のバイクで購入したというふうに思ってもらえればと思います。はいはい、というわけで以上となります。次回の動画で会いましょう。バイバイバイバーイ。